にちは、ザツです。今回は出張中の金沢でサービスに定評のあるドミーイン金沢に宿泊しました。最後まで見てくれるとめっちゃ嬉しいです。それでは行きましょう。ということで金沢駅からスタートです。この巨大立体トラスすごいですね。駅から徒歩5分程度で到着しました。ビジネスホテルと観光ホテルの中間点のような感じでしょうか。開業が2006年11月と、もう15年近く経ちます。の割には綺麗ですね。チェックインでおしぼりを出してくれました。気遣いがすごいですね。GoTo クーポンは1000円分。これが後で役に立ちました。チェックイン完了でお部屋に向かいます。今回は10階だそうです。エレベーターがですね、4機もあるんです。これは待たないで良さそうです。4機あるエレベーターもちゃんと機能しているようで、待ちが少なくスムースでした。これは意外とポイント高いです。壁もですね、殺風景なクロスではなくログハウス風にしてあるのがポイント高いです。おっと、ちょっと行き過ぎてますね。一人用にしてはまあまあな広さ。もう私アパに慣れてしまってまして、とてつもなく広く感じました。机も普通に使えそうです。空気清浄機がついてます。今の時期はかなり助かりますね。感染症予防対策にも効きそうです。タオルがあります。こちらは温泉に持っていきます。こちらはトイレだけですね。シャワールーム、お風呂はないです。アメニティが歯ブラシ、冷え剃り、耳かき、黒綿棒ですね。あと、フェイス&ハンドソープで、ケトルと緑茶ですね。最近はコーヒーとかつけないんですね。入らないんでしょうか。お湯も出ますよ。結構テレビの案内でホテル案内が見れるみたいです。で、館内設備、温泉、レストランと、サービスですね。で、ラウンジが18時30分から使えるみたいなんで、ちょっと夜飲んでみたいと思います。楽しみですね。無料サービスだそうです。では温泉行ってきます。温泉は最上階の14階にあります。
これ自販機コーナーがあるんですけど、値段が普通の自販機と変わらない値段でした。ランドリーがいっぱいありますね。すごい、8台です。脱衣所の様子です。非常に綺麗にしてあります。すごく細かいところにいろいろこだわりがありました。お風呂上がりましたということで、一旦お部屋に戻ります。内からも外からも鍵を開けないとダメなタイプです。ということで、6時半から8時半までラウンジでちょっとお酒とかアルコールか、ジュースがドリンクが飲めるということなので行ってみようと思います。久々のアルコールでした。実は私お酒飲めるんです。まあそんなに強くはないんですけどね。おさまですということで次行きます。白ワイン、白ワイン、はい、
もうですね、2杯目ぐらいでちょうどいいくらいに酔っ払ってきました。ごちそうさまでした。ということで、これ以上飲むと翌日に影響が出てくるので、これでごちそうさましました。そういえばドーミーンってコーヒーが飲めるんですよね。なので部屋には置いてないということですね。忘れてました。ということで、いただいて帰ることにしました。エアコンはリモコンで操作ですね。こちらで電気が照明とデスクと調光がついてます。こちら、これは便利ですね。入り口とは自動で消えますということで調整ができます。夜泣きそばが、9時半からなんで、始まったら行こうと思いますんで、それまでゆっくりしてます。それでは、夜泣きそばが9時30分から始まります。で、今9時25分なんで、行きたいと思います。こちらのドーミーン、パブがあるのでラウンジがフル回転ですね。サービスする方も大変だと思います。それでも楽しみですね。コスパ最強です。本当に楽しめました。ありがとうございました。番号を呼ばれたので取りに行きます。
これはどこでも同じオーソドックスな醤油ラーメンタイプ。ちょっと味が濃いめで疲れには嬉しいです。ごちそうさまでしたということで、下手すると夕食もこれでいいんじゃないかと思ってしまいます。片付けてお部屋に戻ります。戻ってあとは寝るだけです。おやすみなさい。おはようございます。今6時14分で、朝食が朝の6時半からですね。はい、あります。で、間違えて素泊まりプランを頼んでしまったんで、チケットを買わなきゃいけないんで、今から行こうと思います。で、ちょっと面白い機能を見つけまして、こちらですね。なんと混雑状況はお部屋で見れることになってます。で、レストランはもちろん今まだ空いてないので、あれなんですけど、お風呂とかですね。少々混雑している。まあ、男性の方がお客さん多いんでしょうけど、この時間でも混雑しているということなんで。で、昨日夜ですね、ラーメン食べに行った時も、レストランは混雑でした。ということで、これ結構便利ですね。道民ならではだと思います。それでは、行きましょう。おはようございます。すいません。素泊まりで頼んでしまって、朝ごはんを利用したいんですけど。かしこまりました。はい、では、ご一食につき1500円にて受けたまわっております。クーポンって使えるんです。こちらをご利用いただきます。ありがとうございます。こちら、控えでございます。はい、もうそのまま言えば大丈夫なんですか。そうですね。こちら、入り口にて、こちら、はい、お見せいただければご利用いただけるようになっております。わかりました。ありがとうございます。すいません。朝食バイキングが始まりました。道民院の朝食って美味しいんですよね。ご当地メニューがここで網羅できたりします。すべて小鉢に入れてあってパック詰めにしてありました。北海道の道民も同じような対応してました。ここで温泉卵と後ほど納豆をいただくことになります。加賀レンコン入りジブニ風というものらしいです。私は初めて食べました。
目玉焼きとソーセージもパック詰めにしてあります。していただいてもいいですか。こちら、はい。これが加賀レンコン入りジブニ風というものらしいです。まあなんというかそぼろ煮みたいな感じでしょうか。中に入っているつみれのようなものがものすごく美味しかったです。ハントンライスなるものができましたので取りに行きました。なんぞや。エビフライをいただいたんですけど、まあ体質なのか何か分かりませんが、喉がピリピリしました。 99% ぐらいになります。さつまいものレモンになるものをいただきました。レモンがですね、あんまり感じられなかったです。そしてとうとうハントンライスに手をつけてしまいました。中がですね、チキンライスなんです。これってもしかして、これは一般的にオムライスというやつなのではないでしょうか。あかんやつなんですかね。クロワッサンもいただきました。クロワッサンはですね、意外とサンフラワーのが美味しいんです。ごちそうさまでしたということで片付けます。どんだけ食べたか分かります？大量にお皿が並んでます。ラップ包みしてあるからゴミも多少増えてますよね。大変です。調理場の手間には本当感謝です。ありがとうございます。お疲れ様でございます。お気をつけてください。お腹いっぱいになりましたのでお部屋に戻ります。時間までゆっくりしました。ほとんど携帯見てるだけですね。それではもうそろそろ出ようと思うんですけども、この案内にありましたがシモンズベッドなんですね。でものすごく寝心地が良かったです。でこちらも上は羽毛布団ですかね。本当に気持ちよく寝れました。これ多分今までで一番じゃないかな。すごく良かったです。硬さもまあちょっと硬めなんかな、ちょうど良くて。ちなみにですね、道民委員の
このキャラクター、この目つきの悪いやつ知ってます？見えるかな、見えへんか。ドーミーインコって言います。これは前お姉さんに教えてもらいました。以上です。ちなみにですね、部屋の眺望なんですけども、こちらは眺望のいい部屋を選ばなかったんで階段です。隣のホテル、なんだったの、台湾なんとかホテルですねが見えます。それでは行きます。それではチェックアウトします。ドーミーインコこれです。お願いします。ありがとうございます。